脳筋漢字書き取りテスト。パンを手のひらで圧縮する、たどり着き方が筋肉だよな。なんで新しいね。不正解。え、嘘。正解。やった。え、マジで、マジで言ってるね。ちょっと、ね、嫁チャンネル。はい、どうも、嫁とるのまるこです。嫁です。で、よろしくお願いします。お願いします。というわけで今日は後半なんでございますけど、はい、前半戦はあのギターのフレーズを聞いて曲名を当てるクイズ10問というのをメインチャンネルの方でやってきました。はい、で後半戦こちら何をやるかと言いますと、はい、脳筋漢字書き取りテスト。全10問こっちもやっていきたいと思います。前半ね、見ていただいた方分かると思うんですけど、3問しか正解してないんですよ。あのね、難しいんだよ本当に。曲は分かるんですよ。そうなんですよ。というわけで、はい、行ってみましょうか。はい、脳筋の嫁さんなんで、脳筋にまつわる脳筋漢字をねできるだけ集めてみましたので、はい、そちらの方は入っていってほしいと思います。はい、では第1問、脳筋。おお、まあ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 、脳筋はさすがに書けるよ。あれ、はい、オープン。オープン。ちょっとちっちゃくなっちゃった。まあまあまあ、でも正解。あ、脳筋はね、やっぱ脳筋なんで書けますよ。脳筋はね、やっぱ脳筋なんで、はい、自分のことだからね。そうそうそう。では第2問。はい、パンを手のひらで圧縮する。問題文何それ。圧縮。圧縮です。あれ、圧ってどういう字だっけ。あれあれ、ちょっと待って、あれ、いいですか。はい、どうぞ。書けました。バン。なんだよそれ。どこが間違ってんのかもわかんない。ギリギリ正解だわ。本当？何その圧って。ちょ、圧がわかんなかった。なんで斜めなの。え、圧ってこう。そう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 。あれ、こんなんだっけ。そんなの。じゃあギリギリ OK だ。はい、じゃあ第3問。はい、知恵の輪が解けないのでねじ切る、はい、ねじ切る。はい、ねじ切るね。はい、ねじる。ねじるって念力の念。違うな。あれ、でもちょっと近い。近い近い。あ、わかった。手編だね、きっと。で、こう書いて、ちょっと違う気がするな。はい、書きました。はい、オープン。正解。よっと。よっと。結構書けるじゃん、漢字。何その言い方。いや、国語は弱いですよ、言って。私は何言って。国語は弱いんです。国語な。4問目。はい、ルービックキューブを噛み砕く。噛み砕くの、何それ。脳筋漢字テストなんで。私の変なイメージついちゃうじゃん。私の噛み砕く、噛む、うん、噛むはやっぱ食でしょ。砕く、あー違う、こっちじゃないや。あー、分かった分かった。食でしょ。食にやっぱね、歯がつくんだよ。あれ、待って、こうだ。かけたかけた。オープン。はい、噛み砕く。新しいね。不正解。え、嘘。うん、噛むが違うよ。口だよ、口。食って字はつかねえよ。食じゃないじゃん。口に歯だ。自信あったのにな。自信あったのにな。5問目。はい、夫に筋肉を披露する。披露。はい、披露です。披露はさ、多分露はこの字なんだよね。露出の露なんだよね。ほう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 。ただ露出の露が書けない。結露の、あれ、足が2つな、ん、たどり着き方が筋肉だよな。なんで。披露の日って披露宴の日なんだよね。オープン。あー、なんかね、いろいろと残念だな。まずその披露の日がさ、被害者の日でしょ。これっぽい字でしょ。でもこれそれっぽいね。ね、その部首、部首っていうかその左側が違うんだよ。あ、それこれ、うん、あー、そんなシンプル。そうで、あれなんだ、手編、こういう字だから。ローがロー違うじゃん。なんで足2つともなくなっちゃった。見たことねえよ。なんだその字よ。嫁チャンネル。はい、次の問題いきます。はい、第6問。はい、全国の猛者を従える、はい、モサですね。何モサって。モサ、はい、モサなんて見たことないよ。書けましたか。はい、オープン。はい。なんだそれ。モサは獣編に、ほう、右側の上が子、子供の子。はい、で下が皿。猛獣の猛だ。これか。そうそうそう、猛猛獣の猛だ。ん、子ってカタカナじゃねえよ。子供の子だわ。あー、そういうこと。
かった。こうね。こうだこうだこうだ。こう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 。はい、7問。はい。鏡に映る肉体に甲骨となる。待って、甲骨ってまず何？うっとりするっていう風なの？そんなようなことして。甲骨？はい。甲骨？甲骨。甲骨？かけましたか？かけた。オープン。はい。いや無理でしょ。まあまあそういう顔だけど。描けないよ。小さい描いて。小さい。光。お？え、こんな字。小さい描いて。上に物っていう字のあの右側描いて心。ちょっと待って。よし次行こう。かわいい。お膝おいで。じゃあラスト3問は。はい。筋肉の名前です。おお、筋肉ですか。なのでかけて、うん、なおかつ、はいはい、その筋肉の役割というかどの筋肉かを言えたら、はい、さらにプラス1ポイント差し上げます。おお、ってことは私が帰れる可能性が高まると、まあ、かなりね。第8問、はい、上腕二頭筋。おお、これは分かるよ。これは分かる。こうでしょ。あれ腕ってどういう字だっけ。上腕二頭筋。腕がかけん。嘘でしょ。あれ、オープン。腕が描けない。月変ってのは分かったんだ。腕はね、うん、浮かんぶり描いて、でカタカナのタ描いて、タ描いてこんな感じ。あー、そう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 。あと二頭筋のトは頭だよ。等しくなかった、等しくなかった。はい、じゃあ第9問。はい、強さ乳突筋。何それ。強さ乳…強さ乳…強さ乳突筋。言えねえじゃん。強さ、はい、え、何それ。どこのこと言ってんの。強さ、はい、もう思うように書くよ、分かんないから、はいはいはい、乳、はい、突、はい、筋ね、消されてる。これは、これは良くないぞって言って消されてんだけど。はい、書けたよ。はい、じゃあオープン。はい。あーあー、合ってる。乳突合ってるわ。あ、本当。本当に。強さは何。強さは胸の鎖。ああ、そう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 。ああ、こうやって書くんだ。強さ乳突。ちなみに、この首の下、ここ、ここの太いやつ。ああ、ちょっと浮き出ない、浮き出ない。それが強さ乳突筋だそうです。へえ、そうなんだ。じゃあ最後の問題です。はい。大臀筋。大臀筋。はい。あのさ、大と筋はわかる。ただ臀が殿みたいな字だったんだよ、確か。あー、なんかね、あ、分かった気がする。分かったよ私。マジ。だって体にまつわる漢字っていうのはさ、大体月が入ってんだよ。そうなんだよ、正解。その通り。はい、オープン。ポッ。お、合ってる。合ってる。やった。すごー。やった。マジ。やっぱさすが脳筋。こういうのだけかけるんだね。かけた。大臀筋はちなみにこの辺の筋肉やった気がする。あー、確かそうだと思う。俺もなんか詳しくねえんだよ。じゃあ出すなよ。多分合ってるから2ポイント。やった。嫁チャンネル。というわけでトータルで7ポイントなんで、うん、残念ながら。ちょっと待って、歩いて帰ってください。待って、本当に歩いて帰るの私、ね、じゃあ俺息子と帰るんで。え、ちょっと待ってちょっと待って。え、荷物は。荷物よろしく。え、全部。俺あの、え、ちょっと待って、カメラだけ持ってくから。ちょっと待って。いや、うん、ありがとう。え、マジで、マジで言ってるね。ちょっと、ね、ちょっと、ねえ、あの、お茶とかよろしく。これ全部。ギターも頼むね。これも。うん。どうやって。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画をいいと思ってくれた方は、動画の高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。それではまたいつか会いましょう。私は芝生と一体化しました。さようなら。いいなぁ。青い。なんか素敵だわ、この景色。え、ちょっと待って、何すんの。ねえねえ、うん、慰めてくれるのか。母ちゃんは芝生になったよ。ああ、いいな。
帰ろっか。